こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、問題編、です。それでは、始めさせていただきます。今回の話は、ゾンさんの、ダブルプレイ。問題は、二人が見落としていたものとは、一体何か。それでは、どうぞ。二人きりで話がしたい。刑事がそう言うので彼の後を追う。エレベーターで6階まで上がり、あとは階段で屋上まで上がった。刑事が管理人から借りてきた鍵で、南京錠を外すと、俺は引っ越してきてから初めて、自分の住んでいるアパートの屋上に足を踏み入れた。俺は心を落ち着かせるように、自分の計画を反芻する。アリバイの証人になる男と、バカ話をしながら俺のアパートへ向かう。エントランスで呼び出しボタンを、押してエレベーターを呼ぶ。ここからが本番。俺の部屋は5階なのだが、証人の視線の先を気にしながら、さりげなく6階のボタンを、押す。あとは身振り手振りで、俺から視線を離させないようにして、6階へ。エレベーターを降りると一番近い部屋が、601号室。共犯者の部屋だ。廊下から外の景色が見えるが、目にするのは一瞬だろうし、闇に沈んだ山くらいしか見えないので、考慮する必要はないだろう。一応、自分の体で、証人に外の景色が見えにくいようにした。部屋番号は501に変えてあるが、他の住人はおそらく気づかない。視界に入ることと認識することには、大きな隔たりがあるものだ。家具や、敷物など、すべて俺の部屋と揃えてある。見える部分は、という限定付きだが、共犯者もこの部屋で生活しているので、さすがに収納の中までは違うが、いきなりタンスの中身を見る人間なんて、そうそういない。冷蔵庫は例外として中身を、揃えておいたが、二つの部屋を写真に撮っても、同じ部屋のものにしか見えないだろう。頃合いを見て、俺は仕事の電話を口実に、部屋から抜け出して、屋上へ続く階段に、隠しておいたレインコートと、ナイフを手に、自分の部屋に向かう。俺の部屋で待たせていた標的を、視察すると、手を洗い、レインコートを脱いで、再び6階へ。しばらく時間を過ごした後、コンビニに買い出しに行こうと、証人を誘い出してアパートの、外へ。エレベーター周辺に、階数を表示するものはないので、エレベーターの階数表示に、証人の視線を向けさせさえしなければ、成功だ。俺たちがアパートから出ている隙に、共犯者が6階の部屋の、コップなどを5階に移動。この時点で部屋番号も元に戻す。当然、標的殺害時に、俺が身につけていたレインコートも処分する。そして、コンビニから帰ってきた俺たちが、標的の死体を発見するという流れだ。計画は完璧にやり遂げたという、自負がある。刑事、証人。かつての同級生、小松が口を開いた。加納陽子を知っているな。
かな。陽子は俺の恋人でこの事件の共犯者である。そして二人の関係は誰にも知られていないはずなのだ。しかも俺が別れを切り出しても受け入れなかった幸恵を殺してから4時間ほどしか経過していない。なぜピンポイントで彼女の名前が？管理人にちょっと確認したんだよ。顔色が変わったな。お前たちはとんでもない見落としをしていたんだよ。問題は、二人が見落としていたものとは、一体何か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手はゆっくりでした。